皆さん、こんにちは。2024年の、え、弁理士試験、論文試験突破を目的とした、エルゼミのガイダンスですね。えー、レック先人講師、弁理士の水崎です。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、今回もね、エルゼミ担当いたします。まあ、ただ、初めての方もね、いらっしゃるかもしれないので、簡単に自己紹介しますけれども、えっ、ー、と、私、弁理士になって、だいたい12年ぐらいですか、経っています。普段、特許事務所に勤務しているんですけれども、 で、講師としては、だいたい10年ちょっとやっているんですね。えー、入門講座、担当、論文、講述、すべての試験科目について、講師を担当してきました。で、今はエルゼミを中心に講座担当させてもらっています。はい。なので、まあ、事務所の弁理士と、それからまあ講師という二足のわらじで、頑張ってます。と、まあね、ちょっとかっこつけて、 あの自己紹介しましたしなかなかちょっとかっこつけて風貌もかっこつけてるんですけどもただですね私受験時代、うん、実際6回7回じゃない6回ですね6回受験失敗しているんですね、うん、こう見えてまあねそうやって言うと、まあ、あなたは6回ぐらい失敗しそうな顔してますよと思うかもしれないんですけれどもそれはちょっと置いといてですねじゃあ逆に7回目どうして合格できたんですか ってなりますよねうん。それはたまたま知ってる判例が出たからとか違いますよ自分の得意な問題がたまたま解く実遺書4つ出たからそんなわけないですねそんな不確実不安定な理由で受かったのではなく私がその論文でこの試験解放があってきちんと解き方があるんだなっていうのが気づいたそれに気づいたからなんですね うん、なので回回受験しても10回合格答案かけますよ、うん、だってあの本試験って毎年当然ですけれども新しい問題が出て違いますよね。うん、でその都度ですよあ今回の問題は知ってる判例だったからとか今回はこのは、えー、論点気づいたから気づかなかったからそんな不安定な状態で そりゃ、何回かに一回失敗しちゃいますよね。うん。だって本番って少なくとも4、少なくともというか4つ合格答案揃えなきゃいけないわけじゃないですか。いつまで当たっても合格できないですよね。うん。でも、まあ私も含めてですけれども、レック講師陣多分何回受験しても必ず合格答案書いてきますよ。ということはですよ。やっぱり何かこうコツっていうものがあって、そのコツにこう取っ,って、 何か問題を解いているって考えた方が、なんか自然ですよね。うん。なので、私のこのエルゼミでは、その論文の解法ですね、をきちんと皆さんにしっかりと、あのね、えー、ご指導していきたいと思っています。で、その解法っていうのは、あのなんか法的センスがとか、えー、頭の回転がとか、頭の良し悪しがとか、そんなもう不可、 不安定というか不確実なものに裏付けられるものではないですきちんと訓練すれば必ず自分の身になるものですし正しく準備していけば必ず身につきますからねそういったものに裏付けられるきちんとした解法という意味ですはい。今ちょっと準備というお話をしたのでじゃあ一体その準備ってどういうことなのかなっていうのをレジュメを使いながらちょっと見ていきますが はいえっと、準備、まあ、大きく分けると2つあると思うんですねで1つはインプットでもう1つがアウトプットですでインプットの準備ってまあシンプルですよ条文を理解する青本を読む判例を覚えるみたいな感じで今まで皆さんが担当試験の勉強をしてきた時も同じようなことやってきたと思うんですね で一方で、アウトプットの準備っていうのは、これなかなか厄介で、担当試験の勉強の中では出てこなかったファクターなんですよ。なので、このアウトプットの準備について少し掘り下げてお話していきますよ。はい。えっ、ー、と、3つに分けました。準備1、答案構成。準備2、自分分析。えー、準備3、はい、えー。効率的な書き方。この3つですね。 もう少し詳しくお話していきましょうあの答案構成よく聞くと思うんですけれどもこの合否の7割ぐらいはもう答案構成の段階で決まるんだよっていうこと、うん、あの答案構成って合格答案を書くための設計図なのでここが正しく解けていれば答案も正しくなるわけですねただ決められた時間で決められたページ で書かなければいけないのでやっぱり正確で速くてまあ確率的に解けるそういったスキルを身につけるそういった準備が必要になってきますはいで2つ目自分分析あのこの試験で大事なのは自分の得意なものをどんどん伸ばしていくのではなくて逆に自分の苦手なことを1個でも多く潰していくっていうことなんですよ うん、そのためにはまず自分が何が得意で何が増えてなのかっていうものを把握しなければいけません。なのでこの自分を知るっていう準備が必要になります。でこれ言い方変えると今度は他の受験生との関係で自分は何ができているのかなみんなができていて自分だけできないとか自分だけができていてみんなができていない。実はこれどっちも良くないんですけれどもね。 そういった人との関係で自分を知るというのも大事になってきます。なぜなら相対評価だからですよね。はい。で、3つ目。効率的な書き方っていうところです。うん。例えばですよ、特許法29条1項1号について問われた時に、どうやって書きますえっ、ー、と、こうは何月何日に観光物に発明いい。 を、えー、掲載した自ら発明したもので、えー、29条1個15を書くときはもうこれ何回も問われてるわけですからもう書き方っていうのを自分なりにもフィックスしてテンプレートとして持っとくこれが来たらもうすかさず本問ではなんたらなんたらって書けるぐらい準備しておくっていうのがやっぱり理想的ですよねはいこの3つの準備 じゃあ、ゼミの中で一体どうやってて訓練していくか、もう少し具体的に見ていきますよ。はい、これ準備1位についてえ答案構成あのまあこれねガイダンスなどではっきりとは見えないところかもしれないんですけれどもこれ毎回私実際問題を解いて手書きで答案構成をしたもの毎回配ります。 で、私の答案構成の、これ度胸なんですけれども、私の答案構成の特徴的なところは、法域に関わらず、それから、ほぼほぼ、あらゆる自衛問題について、ほとんど同じようなロジックで解いていきます。だから、見た目全部一緒です。うん。これができると何がいいかっていうと、ロジカルに解くので、漏れがないし、早いんですね。 なんか思いつきで行き当たりばったりであこれも書かなきゃあ,あれもあったなみたいなものを寄せまつめたわけではないんですね。はい、でそうするとなんとなくねなんかそれあなたは講師だからでしょうとかそれからなんかね新しい解き方なのかななんていうふうに思う方はいらっしゃるかもしれないんですけれどもまあ実は皆さんも同じようなことを頭の中でやってると思うんですがそれをロジカルに順序立ててやってるかっていうとちょっとそうじゃないかもしれないです。 なので、イメージとしてはですね、皆さんこういっぱい勉強してきて、頭の中にいろんな情報がこうあるんですけども、ちょっと散らばっちゃってる感じなんですよ。なので、それを集めてきて、並び替えて、スッと順序通りに解いていく、というようなイメージだと思ってください。だから、早くて確率的なんですね。はい。で、これもね、あの、私パンフレットで、こう、1000以上解いてたどり着いた。 究極の答案構成というふうに、まあ、ちょっとね、業々しく言っていますけれども、これは別に嘘ではなくて、私が受験してた当時って、大手の予備校、そうですね、大体3つ、4つぐらいあったのかな、今はね、やっぱりレックが大手だなっていうふうに感じてますけれども、全部の受験機関の問題解きましたからね、で、なんとかこういった問題をね、あの、確率的に、一つのやり方で解く方法はないかなと、一生懸命考えたんですね。 はい、で実際にあのゼミ生の中ではですね、えー、実践闘練とかそれから模試ですかで本当に上位一桁に食い込むような人も出てきてますからねはい誰にでも真似できるししっかりと答案構成のやり方を身につけます、はい、これを指導していきますはいで続きましてはい準備に自分を知るっていうところでした これは個人採点表といって、これも毎回、あの、返却答案と一緒にお返しします。お渡しします。これ何かっていうと、その問題で問われた論点、それに対する配点、ご自身の得点をこう一覧にしたものなんですね。なので、まあ、3点あるのに、答案書いたけど1点しかついてなかった。なんでかなってやっぱ考えてほしいですし、それから、あ、 ここ1点もついてない書き忘れちゃったんだなもしくは気づかなかったんだなと思っていただきたいですし自分がなぜその点数なのかっていうものの根拠をしっかりと把握してくださいこれを使って自分をしっかり分析するっていうことですね苦手得意というものを振り分けるということですはいこれも「準備の2自分を知る」 ななんででですすけれども、こっちははアジェンダ、あの自分の成績ではなくてクラス全体ですね。みんなが一体どういったことを書いてえ逆にどういったことが書けなかったのかじゃあ自分と比べてどうだったのかな相対的に自分が何ができてできなかったのかなっていうものをこのクラス全体の成績と照らし合わせて確認できるようになってください。はい、でいで続て、 準備さん、えー、答案テンプレートですね。これも結構評判がいいんですけれども、最初に、特許法29条1項1号、問われた時どう書きますかって言いました。もう答えはこれです。本文では、発明位は出願、例えば X ですか前に展示会に発表、まあ、販売でもいいですし、観光物に記載でもいいです。まあ、その場合はね、3号が先に適用されるんでしょうけれども、 ため、公然知られている、よって、新規清潔所の拒絶理由を理由する、まあ、かっこ条文と。もう、どんな場合でも29条1項1号問われたら、この書き方です。あ、29条1項1号だ。よし、本文ではって書き始められるぐらい。こういった品質の条文、品質のテーマに関しては、すべてテンプレートとして作ってありますから、これ、お配りします。なので、これをマスターすることで、29条1項1号、きたばーっと書けるようになるわけですね。 で今結構多論点型の問題じゃないですか論点の数が多い例えば10個ですねでも点数右下の方に100点って書いてありますよねっていうことは例えばまあ10個の論点であれば1つあたり単純に10で終われば10点の配点ですかうん短く書こうがこれを10行にわたって書こうが10点以上には絶対にならないわけですよ で、しかもまあボーダーが53とか54とかその辺を考えるとまあちょっと安心なところだとよくね60点ぐらいを目指そうって言われてますよねなので論点が10個1個10点全部について6点ずつ取れば60点なんですねもっと言うとだから6点取ればいい文を書けばいいわけですねなので短くかつ必要なことをきちんと入れてですよ かけるようになっておけば、必ずその6点、死守できるわけですよ。短い記載でも。はい。で、続きまして、えー、っと、まあ、インプット。これ、あの、今までアウトプットのね、3つの準備にお話して、冒頭で、えーえー、準備か。準備はインプット、アウトプットありますようの、まあ、おまけみたいなものですけど、インプットの準備。例えばこれ、まあ、小テストで、ほぼほぼ毎回やるんですけれども、えー、っと、条文の要件。 ね、選手受けの要件なんですかとか、えー、穴埋めだったり、審査基準だったり、判例だったり、いろんなまあこういった小テストを準備しているので、うん、インプットの準備としてもしっかりと覚えていってもらいますよ。はい。では、えっと、まとめましょう、うんえ。3つの準備、アウトプットについては3つの準備がありますよと言いました。まず1つ目、答案構成。 これは先ほどお見せした、えー、オリジナルの答案構成これを使って生の講義でこう身振り手振りでこう熱量を皆さんに伝えながらしっかりとあのレクチャーしていきますからねしっかりとマスターしていってくださいで、えー、答案添削で今言いましたけど生講義この3つを使って答案構成をきちんとできるように頑張ってもらいますはいで2つ目自分分析 まあ個人採点表とアジェンダ。これをもって、自分の得て増えて、クラス全体、みんなが何を書いたかどうかを把握して、自分の、自分は今の自分がどういった状態なのかをきちんと見せえてください。で、苦手なことをどんどん潰していくんですね。で、さらに、個別面談。で、これもやっぱりこう、私のクラスの特徴なんですけれども、あの、 1>, 1対1でちゃんと面談の機会を作ってあなたはここができているあなたはここができてないからこういうことをしようということをきちんと伝えていきますあの受験生みんな症状違うんですよ骨折した人とお腹痛い人に同じ薬は出さないし同じ施術もしないですよねそれと同じで皆さんやっぱり個々に状態が違う まあ家庭があって時間がないよっていう方もいらっしゃれば何かが得意だ、衣装が得意だ、何が苦手だ、なんかいろいろ状況があるので、やっぱりそれを踏まえた上でアドバイスしていこうと考えています。はい。なので、その時にですね、しっかり皆さんもあの遠慮せずにですね、どんどん質問ぶつけてくださいね。この辺がちょっと困ってて勉強しづらいんだとか、何でも言ってください。はい。で、準備3、効率的な書き方。 えっと、テンプレートを渡し、お渡ししますからね、答案テンプレート、先ほど見せたやつと、実際に答案を書く、まあ、演習ということで、えー、これも訓練していきましょう。はい。で、最後、まあ、おまけみたいな感じで、欠席フォロー。まあ、やっぱり通学クラスですからね、この生のライブの講義をしっかりと聞いて身につけていってほしいところなんですけれども、まあ、場合によっては欠席っていうこともあり得るからね、仕方ないですよね。 はい。で、講義の内容は毎回 IC レコーダーで収録していますし、資料もダウンロードできるように準備はしておくので、その場合はご自身でダウンロードして復習をしてください。で、あの、答案はね、後から出してくれれば採点しますからね。はい。うん、では、えっと、最後まとめましょうか。うん。で、私最初に、あの、6回失敗したんだっていう話しました。 やっぱり失敗した分だけのノウハウもあるし、その分成功のノウハウも持ってます。なので、それをこう皆さんに惜しみなくどんどん伝えていきますから、やっぱり皆さんには、一回でもね、一回でもというかもう少しでも早くやっぱり合格してほしいんですよね。はい。そのために一生懸命やっていきますからね。で、やっぱり通学クラスのメリットとして、こう、毎週一回土曜日集まって、みんなで当練といいますか、演習やるわけじゃないですか。 まあ、まさに時間を計って、それから限られた、えー、スペースで、隣にこう他の受験生がいる中で、緊張感を持って、こう、問題を解いていってほしいんですね。本番さながらで。ただですね、あの、点数は気にしなくていいです。私のゼミでは、もういい点数取ろうなんて思わないでください。点数つけますよ。一応つけるんだけども、はっきり言ったま,まどうでもいいです。点数は。 うん、なんかちょっと恥ずかしいなとかこんなこと書いたらバカにされるかなってもうそんな関係ない関係ない全然関係ないですよそんなこと思わないし私しか見ないですからねであのゼミって一体何かっていうと他の東然とかと何が違うかっていうとゼミは自分ができないことをきちんと洗い出してそれをできるようにするとこなんですよ本試験が公式戦模試とか東然が練習試合でゼミはって言ったら部活ですよ そのための練習ですから。間違えてナンぼです。で、ここでいっぱい間違えて失敗するから、公式戦の本試験で間違える確率がどんどん減るわけですから、バンバン間違えてください。まあもちろんね、あの、正しい答案を書いて、いあのい,い点数を取れれば、それに越したことはないんですよ。あの、わざと間違える必要はないですからね。はい。で、その勉強も別に一人でやれと言ってるわけじゃないですから、 こう学校に来て一緒にこう講師とこう二人三脚で講師がこう伴走しながら勉強していくっていうわけですから大丈夫ですからはいただですねまあ演習はまあそういうもんなんですけども、まあ、講義はね、まあ、若干リラックスして聞いていただいていいですよあのまああんまりねこう、えー、飲み食いしながらっていうのはちょっとま <laughs> あまあマナーもあるかもしれないんですけれども、まあ、ちょっと3時間あるわけじゃないですか えと演習して講義があって,てまあずっと集中するの大変なので、まあ、やっぱり演習は集中して本番さながら講義はまあ少しね力を抜いてリラックスしながら聞いて頂いければなと思いますはいであの私がやっぱこの講義の、ね、中のゼミの中で伝えていきたいのはこの試験の論文の問題って解放があるんだなっていうことでそれは誰でも身につけることができるしそれができれば誰でも 合格等案書けるんだなっていうそういう、なんていうんですかね、こう、自信をつけたいんですよ。自信を持ってほしいんですよ。そういった講義、そういったゼミにしたいんですね。できるんだ。最初はできないかもしれない、しれないけれども、やっていけば必ずできるようになるんだっていうそういった自信を持てるような、そんなゼミでいたい、ゼミにしたいわけですね。はい。で、あの、やっぱり、ね、 あの、自信もそうなんですし、私も失敗、失敗、いっぱいしてるんで、何でもやっぱ相談してほしいし、あとはやっぱりこの、元気になってほしいかなっていうのはあります。うん。あの、受験時代なんてもう、黒歴史ですよ。暗黒歴史というか、もうお金ない、時間もない、で、ゼミで悪い点数取ると凹む。全くいいことないんですね。なので、やっぱ、元気ないんですよ、みんな。もちろん自分も同じ経験してきてるんで、気持ちすごいわかりますよ。私もやっぱ、 元気ないんですよね、ゼミって。でも、せっかくですよ、土曜日3時間使って一生懸命やってるわけですから、なんとかこう、皆さんに元気になってもらえるようなね、なんかそういうゼミでいたいなとも思ってます。で、私、講師ですけども、まあ、最初に言ったように、一応、弁理士ですよ。一弁理士なので、皆さんの周りにも弁理士いらっしゃるかもしれないんですけども、あ、自分たちが目指してる資格を持ってる人って、弁理士って、あ、こういう人なんだ。こういう人もいるんだ。 っっててていいうのの一人だと思って見て欲しいんですねあ。講師やりながら事務所で勤務してる弁護士あこういう働き方があってこういう人がいるんだ。で私意外とこうポジティブに仕事してる方なので結構楽しんでやってるんですね。あんまネガティブな要素は自分ではないと思ってるんですけれども。 なので、そういう意味で、やっぱりね、まあ、ある意味、あの、皆さんのね、先輩に当たるわけですから、なんか、こう、いいイメージを、いい意味でですよ、なんか、いい印象、イメージを、弁理士としてね、皆さんに伝えられたらな、と、そういうふうにも思ってます。はい。じゃあ、半年間ですね、あの、始まっちゃうと、すごい早いんですよ、半年って。うん。あの、ぜひですね、来年の合格に向けて、一緒に頑張っていきましょう。 あの皆さん大変だと思うんですけれども私も頑張りますからね一緒に頑張っていきましょう。